問題 A、ネットで買い物する。買うものの単価と個数が入力される。送料もかかるが、買うものの合計価格が一定以上なら免除。合計でいくら払う？値段かける個数を足していって、送料免除ラインに届かなかったら送料も足すよ。ちなみに、この問題の設定はフィクションだぜ。問題 B、グラスとマグカップがあり、それぞれの容量がわかっている。はじめ、どちらもから、次の指示に一定回数従え。グラスが水でいっぱいなら、その水を全部捨てろ。そうでなくてマグカップが空なら、満タンにしろ。そのどちらでもないなら、マグカップからグラスに水を移せるだけ移せ。最終的なグラスとマグカップの中の水の量を答えろ。何がしたいの？多分、捨てるは飲むって意味だぜ。まあいっか、100回までしかないなら、素直に従うよ。水を全部捨てたり満タンにしたりするのは簡単。問題は移すときだけど、1000ミリまでなら、1ミリずつ移せばいいかな。合計で 100×1000 で10万回くらいになるが、Python でも2秒で1億ループくらいは回せるぜ。ちなみに1ミリずつ移したくなければ min を使う。問題 C、太郎くんは無地の T シャツを何枚か持っていて、ロゴ入りの T シャツを何枚か買おうとしている。彼のこれから数日間の予定が与えられる。特別なイベントがある日には、ロゴ入り T シャツを着る。そうではないが出かける日には、どちらかの T シャツを着る。出かけない日には、すべての T シャツを選択する。着た T シャツが全部復活するってこと？ああ、他の服はないとすると、ロゴ入り T シャツを最低何枚買う必要があるか？千日までってことは、千枚あれば十分だね。だから0枚、1枚、2枚、で成功するまで試すよ。シミュレーションしてみて、途中で服がなくならなかったら OK。洗濯の日には全部のシャツが復活して、特別な日にはロゴシャツを1枚着て、なかったらアウト。普通の出かける日には、普通のシャツがあったら着て、ロゴシャツしかなかったらそっちを着て、それもなかったらアウト。問題で、カラフルなマスの盤面がある。これを目標の状態にしたい。言ってて、隣接する2行を入れ替えるか、隣接する2列を入れ替えられる。目標を果たすには最低なんて必要？ 5×5 までってかなり小さくない？スタートから一手ずつできることを全部試せそう。幅優先探索ってやつだな。実装は説明のコードを見てもらうとして、到達できる状態が何個あるか数えておくと、結局行と列をそれぞれシャッフルできるだけだから、最大で5の階乗で120通り、の2乗だぜ。Python でのんびり探索しても多分大丈夫だね。問題 E、売れ残った商品が何個かある。それぞれの重さが与えられる。これらをいくつかの福袋に分けて売る。ここで、袋の重さをできるだけ均等にしたい。というわけで、袋の重さの分散の最小値は？分散ってなんだっけ？平均との差の2乗の平均。ちなみに、空の袋を作ってもいいぜ。まあいいけど、それで、15個までってことは分け方を全部試せない？残念ながらギリギリそれができないラインだぜ。空袋が禁止だとすると、分け方の数は第2種スターリング数ってのに対応して、今回は空袋もありだから、15個の物体を15袋以下に分ける方法は、合計14億通り。実は空の袋はいらない気もするけど、4億っていうマスがあるから、やっぱりダメ？ 15 倍したら60億で、まあダメだぜ。動的計画法で少し早くすれば間に合うかな。A と B と C を2袋に分けた時のベストとかを記録してけば、毎回1から詰め直さなくても済むよね。ビット BP って呼ばれているやつだな。計算量がややこしいが、このパターンは無駄を省けば1袋あたり3の N 乗だぜ。A だけ見ると、A なし A なし、A なし A あり、A あり A ありの3種類の矢印があって、これの N 乗だね。実装は説明のコードを見てほしい。各集合の重さの和は前計算しておくぜ。袋の重さの平均は、どう分けても同じか。前計算してもまだ計算量が多くて、早い言語を進める。ちなみに、エデュケーショナル DP コンテストっていう問題集があって、今回のと主な内容が同じ問題があるぜ。これを26問全部やる動画を作ってるから、待っててね。問題 F、長い数列がある、大量の操作が行われる。各操作は、数列のある区間から項を一つ等確率で選び、それをある値に変える。一度選ばれたらもう選ばれなかったりする？しない、すべての選択は独立に行われるぜ。全操作の後の各項の値の期待値を求めろ。相互作用とかがないから、とりあえず一つの期待値を考えるよ。まず、操作の範囲に入らなかったら、もちろん無関係。入ってたら影響を受けて、多分そのままだけど、選ばれちゃったら変わるね。これを繰り返せばよくて、ちょっと拍子抜けかも。だがこれを20万回やるわけにはいかないな。例の区間を扱うやつでできる？チェーンセグメントツリーだな。一次関数を一括適用するやつを作れるぜ。やり方は説明のコードを見てほしい。今回は値の取得は最後に一つずつ見るだけだから、少しサボれて、サボり版と真面目版を用意したぜ。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。